皆さんこんにちは。あなたのクリクリクイルがマリオメーカー実況を今日もお届けいたします。今回はいいねランキングの国内の難しいから揺れるバネを登っていこう2ヒップドロップなしでもできますということで、お名前 SPW さん、ベストクリアタイム4秒、クリア率も 4% 台、こちらのコースを遊んでいきたいと思います。これはむ分かったけどむうわはうわはちょっと待って、あのキラーとか使いたくないね、赤キラー使いたいですよね、飛んできてるやつ。赤キラーおいで、赤キラーよいしょ。赤キラー使っていったら、でもこれバネを登ってることにならないのかな、ダメかな。これ普通にバネを登っていくのって至難の技じゃないですか。ここはやっぱりクールのズルをお見せするところな気がする。よいしょ、うわは、ヒップドロップなしでもできますっていうことは、ヒップドロップをしてもいいのか。ベストクリアタイム、そうですよね、4秒台でクリアしてるんだから、少なくともそのぐらいのタイムでクリアはできるはず。よっしゃー、惜しい、いけ、あーはー、今の惜しかった、もうちょっと。一旦この赤キラーをやり過ごして戻ってくるのを待って、あれ戻ってこない、どっか行っちゃった、ちくしょうめー。来た来た来た、これでどうだ。危ない、ボム兵の爆発に巻き込まれるところだった。しかもてっぺんを取れないスタイル。いやー面白かった。これ普通に登ってクリアするのは至難の技だよ。揺れるバネを登っていこう。ごめんなさい、登ってません。ヒップドロップなしでもできます。 SPW さんのコースありがとうございました。お次はこちらのコース、ゴールするのを諦めてしまうかもしれないコース、アキトさん、クリアタイムは2秒台、クリア率は 3% 台。いやーまあ2秒でクリアするのは無理なんだろうな。もう諦めていいですか。よいしょ、こっち、オッケー。あっ、うーそー、これどうすればいい。最初の砲弾が発射されてからもうすぐ壁キック。あ、いけそうな気がした。今最後の砲弾を踏んだところで大ジャンプだ。この辺、よいしょ、あーダメか。次こっちからスタートしてみよう。どっちからスタートするかでだいぶ違う気がする。どうゴールゴールゴール、やったー。そしてまたてっぺんには使われないスタイル。いやー、こういう一発コースもなかなか楽しいですね。ゴールするのを諦めてしまうかもしれないコース、アキトさんのコースで諦めずにクリアすることができました。それでは次のコース遊んでいくで。はい、お次はまた昨日に続いて壁キックコースですね。昨日はとても難しいだったんだけど、今度は難しいなのでなんとかクリアしたいですね。大ちゃんさん、壁キックコースを楽しもう、ウォールジャンピング。クリアタイムが1分超えでした。クリア率は 10%、難易度的にはいけるんじゃないかな。ただ長いので、もしやり直しになったら大変だ。はい、いきなりやり直し。苦手なスタイルがプンプンするよ。っていうかこれどうやっていくの。待って待って、ここが登れないんだけど。え、マジで、ここってどうやっていくんですか。ここ壁にちょっとだけずって、まさか、ほい、無理だよ。ほい、あーはー、無理無理無理。例えば頭が半マス分出ている状態とかで壁キックとか、そういうのを、
いや無理。え？嘘。もしかしてクルクルクルってスタートからすら脱出できないスタイル？え、嘘ぴょん。あ、いけた。よっしゃー。なんだこのスタートの難易度の高さは。もうあそこ突破できる自信がないから一発で決めるよ。壁キックコースだよね。スピンやないかい。行こうか。壁キックだわ。次は何が待ち構えているのかな。ガリガリ避けだね。任して。ガリガリの避けるのは危ない。得意だよとか言おうとしてたらまたドツボにはまるところだった。こうして一マスの間に振っていくの。あーはー、よかった。こっからやり直しで、最初からやり直したと超大変。こっちバネを避けるの、これは楽勝でしたね。中間ポイントやった。これでも最初からやることはない。あのスタート地点はもう突破できる気がしない。どうするんか、ちくわ落としてくれるのかと見た。よいしょ。こう、はい、任せて。安心のクリクリクールチャーティングクオリティ。これはどうすればいいのかな。こっちか、はい、よし、一発。これ三段ジャンプとか使えばもっと楽だったんじゃないかな。これは土下座が欲しいな。ほい、はい、オッケー。さて次はどんな方法でクルクルクールを苦しめてくれるのかな。あー、これはやばいやばい、置いてかれるところだった。そうして、なんでこんなところで頭をざくるんだ。これ壁キックしなくても登れるんじゃないの。あ、行っちゃった。カムバーク、キラー放題。あ、またザクった。畜生め、かなりの勇者がここでやられてますよ。うわーお。これズルしてもキラーの上に乗っていっちゃおうかな。砲台の下見を狙ってジャンプしないと無理だ。あー、挟まれる。あぶねー。よし、はい、こういうこと。バイバイ。よし、君の犠牲は。あれ、よしってなんだっけ。次はどっちに行くのかな。こっちかな。あ、了解了解。おい、任せて。よいしょ。これも息が詰まるんだよね。行くよ。うさー。よーし、やっと登ってくることができた。大脳を見てもらえればわかると思うんですが、相当苦戦しました。これはヒップドロップでよかったのかな。あ、ゴールだった。よかった。最後、壁キックしないで雲の上に登っちゃった。あれでよかったのかな。壁キックで行ってほしかったのかな。クリアできれば、バンジーオッケー。ゴリ押しは大正義。イエーイ。いやー、やっぱり、壁キックコース苦手だわ。壁キックコースを楽しもう。大ちゃんさん、ありがとうございました。それではもう一コース遊んでいきたいと思います。はい、お待たせいたしました。今日の最後はスピードラン。パウを楽しむための10秒パウパウスピードラン、ゆうかちゃんさん、ベストクリアタイムは9秒、クリア率 6%。 こちらのコースを遊んで今日は終わりにしたいと思います。早速遊んでいくで。パウを楽しみましょう。ここはまずはこれでいい。あ、楽しんで。ああ、どこの下。最後はどうやって楽しめばよかったんだ。まずはこのパウを投げるでしょ。次のパウも投げるでしょ。ここでパウを持って投げるでしょ。ネットをかぶってスピンジャンプからの、おお、すげえ、気持ちいい。ああ、三段ジャンプできないスタイル。あ、でもゴール。あっという間に駆け抜けてきた。これは超爽快だわ。多少ね、今ゴリ押しがあったような気がするっていうか、ゴリ押しした。うん。それでもクリアできました。パイを楽しむための10秒パイパースピードラン6、ゆうかちゃんさん、ありがとうございました。すっごい面白かったです。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方は、よろしければぜひチャンネル登録していってくださいね。コース募集もしてますので、皆様のコースどしどしお寄せください。それでは次回はあなたのコースにクリクリクール。バイバイ。